戸井美希です。この度 YouTube を始めることになりました。始めちゃいました。昨日実はですね、職場が一緒だったディレクターさんと久しぶりに再会したんですが、なんとその彼女がですね、 YouTube の動画投稿の先生をしていて、昨日教わってもうその勢いで YouTube チャンネルを登録しちゃいました。で、今おすすめのジンバル、すごい揺れてる。どうしたの？で、昨日 YouTube チャンネルを開設して、その勢いでもう三脚とジンバルとマイクとライトを買ったんですけど、まだですね、三脚が届いていなくて、今本当は手持ちのジンバルを置いてすごい微妙にこうやって横に揺れてる。どうしよう。こういうことになった。ちょっと待って、何、どうしたらいい。やっぱり電源、いやだだだだ、ちょっと待って、今あの映る範囲だけ部屋を片付けたので、映っちゃいけないものが、大丈夫、とりあえず大丈夫です。このまま行きます。なので始めてみることにしたので、とりあえずもう作ってみようかなと。先生になってルチャリブレとかプロレスとかの魅力をどんどんお伝えしていきたいなと思っています。なので、まあ、授業風にしたいなと思ってこういう格好なんですけど、さっきアマゾンでホワイトボードも発注したので、明日には届くかなと思います。あー、ちょっと待って、なんで勝手に動いた。やめて、そっと。怖い、そっち行かない。すごいな、グダグダだな。で、今はちょっと待って、なんでこっち向いてくれないの。そう、そこでいい。なので今日は練習も兼ねて、とりあえず動画を撮ってみようかなと思って、はい、やってみてます。で、どんどん教えていただきたいなと思ってます。今のとこ考えてるのは、私もルチャリブレ見始めた時にスペイン語が分からなくて、マスクの名前とかルチャの実況を見ながらスペイン語を覚えていたので、そのスペイン語の覚え方とか、はい、皆さんと一緒に共有できたらいいなと思っています。まだ三脚がとりあえず届かないことには何もできない状態なんですが、こういったルチャグッズとか、すいません、雑な性格が垣間見られると思いますが、こういったルチャの本とかも紹介していきたいなと思っています。これでもう結構4分喋ってるぞ。というわけで、まだまだ本当に試行錯誤しながらこのチャンネルを育てていきたいなと思っているので、皆さんも一緒に楽しんでいただけたらなと思います。ぜひチャンネル登録お願いします。まず初回なので、次回からはちゃんと授業風に